市民球場です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の矢崎、対するドラゴンズの先発はルーキーの竹内。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。矢崎降板、マウンド上ピッチャーは戸田。今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。5回の表が終わって7対3、ドラゴンズこの回2点を返しています。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは滝野。投げた、流し打ち、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番三俣、今日3打席目。投げた、インコース引っ張った、レフト前ヒット、三俣ナイスバッティングです。バッターは代打平田。第3球を投げました、打った、流し打ち、頭上を越えてった、一塁ランナー一気に三塁へ。平田、いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。第2球投げました、あっと引っ掛けた、小園取った、ドラゴンズ点差を3点に縮めました。ピンチヒッターは藤井。ドラゴンズ続けざまに代打を起用してきます。ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。6回の表が終わって7対4、ドラゴンズさらに1点を返しています。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは根尾、今日2打点を挙げています。流し打ち、どうだ、ファウルボール。第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第6球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番武田、今日4度目のバッターボックス。投げた、流し打ち、2打差は1塁キャンバス踏んでアウト、3アウトチェンジ。戸田、見事ドラゴンズ打線を抑え切りました。7回の表が終わって7対4です。カープ1点差で逃げ切りました。さて、本日のヒーローは林。本当に今日は大活躍でした。ご覧